指を当てて筋肉を伸び縮みさせるんですけど、この時に膝裏に指を当ててください。こんにちは、鑑賞法認定技術者の深川舞です。今日は足のむくみの改善方法についてお話ししたいと思います。今回は膝から下のむくみについてお話しします。足がむくむ原因と改善方法については鑑賞法の開発者である坂戸隆先生が25症状の無料動画の中で解説してくださっています。お悩みの症状を改善するにはまずは原因を知ること、それから改善方法を知ること、それから実践することが大事だと思います。まずはこの動画の下の概要欄から25症状の無料動画を見ることができますので、そちらご覧になっていただいて、今からお話しするポイントと合わせて実践してみてもらえたらいいなと思います。それでは改善のポイントをお話しするんですけど、今回のこの膝から下の足のむくみについては椅子に座った方がやりやすいと思うので、椅子を使っていただけたらいいなと思います。で、この時にちょっと高さを調節できるものであれば、こう高さを変えて足がブラブラするような状態にしてもらえたらいいかなと思います。で、指を当てて筋肉を伸び縮みさせるんですけど、この時に膝裏に指を当ててください。当て方なんですけど、指の先を、ここですね、指の先を当ててください。この時に指紋で押してはダメです。指先を当てていただいて、指は親指でも人差し指でもどの指でもいいので当ててみてもらって、で筋肉を縮めて戻す、縮めて戻すとやってみてください。指先を膝裏の硬いところに当てて、縮めて戻す、縮めて戻す。このポイントに注意してやっていただけたら、早ければ20秒くらいで改善が見られると思います。25症状の無料動画から原因と改善方法について詳しく見ていただいて、今日お話ししたポイントに注意して実践していただければ、早く改善が見られると思います。ぜひ実践していただいて、お悩みの症状を一日でも早く改善させて、楽しい毎日をお過ごしください。ご視聴いただきありがとうございました。25症状の無料動画にパソコンから登録する場合は、まず動画の下にある説明欄に書いてある URL にアクセスします。次に登録ページが表示されたら、フォームにお名前とメールアドレスを入力して、私はロボットではありませんにチェックを入れて登録ボタンを押したら完了です。 YouTube アプリで見ている場合は、動画のタイトルをタップすると説明欄が表示されますので、まずここに書いてある URL をタップします。登録ページが表示されたら、フォームがあるところまでスクロールさせてください。フォームにお名前とメールアドレスを入力して、私はロボットではありませんにチェックを入れて登録ボタンを押したら完了です。